アリサです。今回はアリサのバック紹介をしていきたいと思います。それでは早速スタート。ティアラチャンネル全部で5個あります。じゃあまず1つ目、1つ目はじゃーん、これはサンキューマートさんで購入したバッグです。これはプリンセスのバッグ。一周回してみます。紫が好きなのでダーク系の紫と黒のバッグリュックを買ってみました。次よいしょ、次はじゃじゃん、ピザクラブのバッグです。こんな感じ。これはワンポイントとしてよく使ってます。次次はじゃじゃん、こちらはサンキューマートさんで購入したものです。東京に行った時に買いました。これは大好きで、こういうスポーティーなバッグが大好きでいつも使ってます。次じゃじゃん、アルジーのバッグです。これもワンポイントとして使ってます。こんな感じ。これは雑誌の付録です。最後じゃじゃん、これね、ゆなちゃんからもらったクリスマス会の時にもらったチャームをつけて、ここに、ここにじゃない、これはクリスマスパーティーの時にもらったマイカちゃんとおそろちのバッグです。ミゴーさんのものです。こんな感じ。これもね、キラキラしてて、こういう素材が好きなのでもらってよかったです。で、この中でお気に入りなのがベスト3。まず3位はじゃじゃん、このリュックです。これはね、ダーク系が好きでたくさん入るのでお気に入りです。第2位、一斉のせダーンダーンダーン、これです。これはスポーティーでどの季節でも使えるので好きです。でも時に夏がよく使ってます。次最後1位、1位に輝いたのはドゥルーじゃん、このバッグ。ウィゴーさんで購入した、クリスマスの時に当てたものです。これをね、夏によく使えそうなんだけど、もうほんと可愛くて、ここのここも好きなんですよ。ここで、このね、ピンクと紫、大好きなピンクと紫がついてるのチャームも好きです。ティアラチャンネルということで、今回はアリサのバッグを紹介しました。ティアラの子たちはどのバッグが好みかな。